ついてるともみん、へいへいほー。どうですか皆さん、気持ちいいじゃないですか。そんなついてるともみんでございますよ。すごいですね、たまるジャージです。いらないね。なんかこう見たことある景色だけど、なんか合ってんのかな道路。それがね、今ちょっとね微妙な感じのところにいますけどね私。これ狭くないっすか、大丈夫なんですか。まあいいか。どっかに繋がってるよ道はね。まあまあそうそう。で、そう、何のお話をいたしましょうかと思ったところの時にですね、昨日なんですけど、一昨日、あれ昨日、どっちかわかんないけどね、ほらすごい稀にさ、たまにさ、この指輪良くないですかって言ってた、これお不動産の指輪ですってチラチラしてたの見せたのあったじゃないですか。あれがね折れちゃったんですよ、真ん中から。ちょうど真ん中、そうだね、真ん中だね。だからね、まだね少しは繋がってるんですよ。少しは繋がってるからそうと思ってれば取れないけど、もう時間の問題みたいな。折れましたね真ん中で、実はハートみたいな形になって、またそれはそれでいいんじゃないかっていうね、よいしょ。でよくほら僕ほらパワーストーンとかもねやらさせてもらってるんですけれども、ブレスレットにしてさ、水晶のね、まあ、割れちゃったりとか、なんか欠けちゃったりとか、ね、糸切れてバーってなっちゃったりとかしてって、それって良くないんですかとか、縁起悪いんですかとかってね、よく言われるんですよ。まあ今回の指輪もそうだけどね。でも指輪が折れるって相当だね、これね。何したのあんたみたいなね。いやでもね、そういうの全部大丈夫なんだよ。うん。それが言いたくてね、今ね、動画にしてるの。よく不安に思っちゃって、あ、どうしようどうしようってなって、早く直さなきゃとかね。もう思ってたら嫌なこと起きるとかね。一切ないから大丈夫ですよ。はい。そもそもね、パワーストーンのブレスレットって石のこう波動がいいからいいねっていう話でね、別にそれが何してくれるってわけじゃないですからね基本。うん。それからなんか力が出てガーってなるとかっていう話じゃないですからね。だからパワーストーンって名前はあんまり好きじゃないんですけど、エネルギーがあるよっていうことですよ。だから単純に、力じゃなくてエネルギーってことですよ。はい。だからね、まあだからなんつったらわかるかな、まあそういうことなんですよ。だからなんでね、もしパワーストーンのブレスレットもお持ちの方で、なんかこれ恋愛にって言われてるけど何にもいいことないとか、金運にって言われてるけど全然金運良くならないとかっていう方いらっしゃいましたら、それは違いますよ。うん、違いますよっていうとまたちょっと言い方がちょっと違うんだけど、僕はパワーストーンは意味を込めてません、どっちかというと。うん。でその人がこの石がいいとかあの石がいいとかっつってやると、今のあなたにちょうどいいって言ってんじゃないですか、ストレさんも。出来事が起きることがそれと一緒なんですよ。だから今のあなたにちょうどいい石が出てきて、これを組み合わせたらこうなりますよっていう、あとのその配列はね、その人の好きな感じでこう組んでいけばいい話なんで、そういうことなんですよね。それ見て、あ、気持ちいいとかさ、あ、綺麗だなって思ったりとかするとかいいじゃないですかね。そうで、これで気持ちが浄化されてるのかなみたいなさ、風に思ったりとか、おはようとかおやすみとか声かけてあげるだけでも全然輝きが変わってくるしね、不思議なことに。うん。そこはやっぱり波動があるからだよね、石の波動がちゃんとあるからよっていうことだよね。うん。で、クラックス石って言って割れたさ、石がわざと割れてるね、水晶があるんだけどさ、ひびが入ってるね。うん。あれも不思議なんだけど、どんどんね水晶ってね再生能力があるから、そのひびがねどんどん減ってきちゃうの。すごくないですか、それもそれでね。うん。そういうことなんですよ。だからね、あんまりこう割れたから、欠けたからとか、切れたから不吉な予感がするとかじゃないから大丈夫だからね皆さん。はい。で今回の僕のこのお不動様の指輪はもうね、いっぱいこうご祈祷していただいたやつで、で
ね、送っていただいたんですよね、そのお寺さんにね、うん、そんで、あ、いいじゃんと思ってしてたんですけど、ね、来た時お香の、ね、炊いてくれてるから香りがすごいふわーってして、あ、これいいなってしたら、ね、やっぱり波動がいいからこれいいなと思ってたらね、うん、折れましたね折れた原因は何か分かりませんが、浄化ですよ、だから要は、うん、浄化されたんだと思ってね、うん、ますよ、私は浄化です。そう、自分の何かが浄化されて良くなってる、うん、そういうことですよ。だっていいよ、だって今日だって俺のあれですよ、エンジェルナンバー8888だからね。8888って88888よっつね。これ何かってあれですよ、経済的成功はあなたのものですってことですよすごくないかい、もうそのまま突き進んでくださいって言うていだったよ、さっき見たら、見に行ったら最高じゃないですか。よいしょ、おっと、とだね、ここ狭い道だからね、ここ、こんな道入ってきたって合ってんのかね、俺はめちゃくちゃ狭いっすよ、ここ大型車で通るような道じゃないよね、本当にね、もう、まあまあ、これも楽しい、楽しい経験ですよ、うん、そんな感じでね、ああ、さあね、そう、分かっていただけてもらいましたかね、浄化ってことですよ、何かが浄化、うん、されてるよっていうことなんで、皆さんもだから、ブレスレット切れたりとかはね、割れたりとかしても、持ってても不吉なことが一切起きるとかそういうの一切ないんで、ね、大丈夫ですからね、それが言いたくて動画上げました。はい、そんなんばいでございますよ。ついてるともみんでございました。あとはあれですね、チャンネル登録とかね、していただいた方が僕はね、もっとね、もっともっとこう、送れるんですよ、力を。ガーッと。してもらったからっていう程度だけどね、そうそう、まああれですよ、だからその方がほらね、コメントもらったりとかするとガッて上がるじゃない、やっぱり、うん、ほんでさ、やっぱほらリスナーさんからコメントいただいて、そのことを動画に上げるとね、リスナーさんもね、すごい喜んでいただけるのよ、うん、だからこれいいなと思ってね、だから皆さんなんかあったらください。それでもし動画にね、してもいいよっていうんだったら一言添えていただけるとね、うん、すごい助かりますね。これ動画にしてもらってもいいですよみたいなねそしたらいっぱい来ちゃったりしてねいや、まあそしたら全部あげますよ、僕はちゃんと言ったことはやりますよ、有言実行できますんで、はい、そんな感じでした。じゃあエンディングいきますよ。ヘイヘホーヘイヘホーヘイヘホー、ついてるともみん、ヘイヘイホー、いいことあるぞ、ついてるとんもみん。はい、この動画を見てくださいました皆様に、すべての良きことが雪崩のごとく起きまーす。ついてるともみんでした。じゃあねー、バイバイキーン、ウィンウィン。